口小尺で腰掛けつつ、こんな店でも夢のお城。ないない尽くしで始めたお店、見せちゃいけないこの子にだけは苦労涙と、そのわけは隠して胸に畳んで、何話で生きる。わずか一歳血の実子を抱いて夜汽車に飛び乗った。あてもないまま何話のち声をかけられ、情けに触れてここでも一度生きると決めた母と娘への物語。ちょっとあんた、そうあんたやがな、この寒空に血の実子抱えてどないしたんや。もし行くとこないんやったら、ちょうどワイの店が一軒空いてるさかい、やってみいひんか。そう声をかけてくださったお人がいて、その人のお世話になって出せた店、ほんまあの人の業は一生忘れへん。見まねの小料理だけど、あとは笑顔の隠し味。一人二人と馴染みも増え、うれしい涙も知りました。やっと見つけた、やっと灯した幸せ明かり。暮らし向きもようなって、お母ちゃんの人生もこれからやという時に、ほんまあっけのいってしもた。働いて働いて、働き詰めの人生、苦労しか知らん人やったな。お母ちゃん、うちお母ちゃんの分まできっと幸せになるからね。母の形見のリンズの着物、袖を通せば泣けてくる。泣いたらあかんと何話の空心をついで、泣きはしません。今日限り夢を拾って、夢を紡いで何
で生きる。